どうも文人でーす今日はね正月の1月1日みんな正月気分を過ごしてるかなというわけでねそう今日の1月1日正月にふさわしい超ラッキーな出来事がねこの俺の俺自身の身に起こったんだよねそうそれを知らせてくれたのがね俺の YouTuber 友達をね世界のイケメンくんね世界一くんが知らせてくれたんだよそうツイッターでねまあ俺だけじゃなくてまずツイッターのフォロワーの人に知らせたんだろうと思うんだけど見てくださいこれ。 たまたま文人さんの YouTube チャンネルを開いたらチャンネル登録者数が7 7 7人だった !777 人だったーイエーイすっげえね、これ。7 7と7七人と777七あ、違う違う。7777人。39、スリーダインじゃない。37、あ、37じゃない。そう、えー、こういう場合何つうのえー、47?47 って言わねいよね。まあいいや、とにかく7が4つもすごい縁起がいいんだぜ、えー。というか本当にそうなのかなえー、マジでちょっと。 実際に、そう、これはね、自分で確認するべきだよ、情報は。今の情報化時代おおすげえすげえ見てこれなんとこう、チャンネル登録者数、そう、粉人 TV チャンネル、77772、7777、なんとな、というわけでね、この、素晴らしい、7777、 こ俺の今後の行く末を表してねもう,もうトップユーチューバーになるあもともとトップユーチューバーなんだけどさらにトップユーチューバーになってすごいね大繁栄大活躍もうすごいね感じになるよ俺みんな期待してねそして7777 77までいったのは、ね、今まで登録してくれた人みんなありがとう。でこれからもっとね100万人に向けて。 登録者100万人に向けてこれから登録してくれる何百万人何百万人じゃなく、まあ、とにかくそのもう何百万人の人もありがとう先にお言っとくよというわけで次はねそう目指すところはこうなったらもう7777 77だから47だから次は5 7 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 7人を目指すぜーイエーイラッキーセブンブユラッキーセブン YouTuber の文人でしたそれでは良いお年をじゃねえや良い正月をそれでは